そこは、アメリカ合衆国ン州ヨーク軍に属する都市である。2010年の国勢調査では、人口18,482人だった。市内には、ペリービーチ州立公園、アミューズメントパークのファンタウンスプラッシュタウン USA、私立学校のソーントンアカデミーがあるほか、防衛産業のジェネラルダイナミクスの子会社である、ジェネラルダイナミクスアーマメントシステムズがある。 アミューズメントパークがあることや、オールドオーチャードビーチに近いことから、夏季には観光で賑わう。そこ市は、ポートランドサウスポートランドビデフォード大都市圏に属しており、ビデフォード市と、そこ川を挟んで、ツインシティになっている。そことなった地域は、アベナ貴族インディアンの領土であり、要塞化された集落がそこキストレールの上、テクオーケットの地にあった。6 3 0年。 プリマス会社からトマス・ルイス・トリチャード・ボニソンが土地の払い下げを受けた。この町は海岸沿いに4マイル、内陸に8マイル広がっていた。ウィンター・ハーバーの一部として1631年に入植され、当時はビデフォードを含んでいた。1653年にマサチューセッツ植民地議会により、素国として法人化された。フィリップ王戦争の1675年、は インディアンの攻撃を受けた。開拓者たちは安全を求めて川の河口まで交代し、後に残した家や製材所は焼かれた。そこはニューイングランドとヌーベルフランスが領有を争う場所であり、フランスがインディアンを同盟者として組み入れた。ウィリアム王戦争の1689年、再度インディアンに襲われ、何人かの住人が捕虜に取られた。 1702年から1709年には敵対関係が高まっていたが、1713年のポーツマス条約によって鎮静化された。町が再建され、1718年にはビデフォードとして法人化された。しかし平和は長続きせず、14の中東地を巻き込んだダマー戦争の1723年に再度攻撃された。1723年の8月と9月、 そこーとニューハンプシャーのドーバーにインディアンの襲撃があった。しかし1724年、マサチューセッツの民兵隊がイギリス人開拓地への襲撃を編成していたケネベック川沿いのアベナ貴族人地のリッチウォークを破壊した。この地域の危険性が減り、特に1745年にルイブールの戦いでフランスが敗北した後はなおさらだった。フレンチ・インディアン戦争は 最終的に1763年、パリ条約によって終結となった。1762年、ビデフォードの川の北東にある地域がペパレルバラとして分離した。この名前はルイブールの戦いの英雄であり、後に町の失勢官となったウィリアム・ペパレル卿から取られた。エーモス・チェイスがペパレルバラの開拓者の一人だった。チェイスは最初のタウンミーティングで、 町会議員に選ばれ、改修派協会の初代助裁になった。チェイスは、地域最大級の納税者であり、アメリカ独立戦争の時は、町の通信委員会と検査委員会の委員を務めるなど町の著名人となった。町の住人は、ペパレルバラという名前が煩わしいものになり、1805年に、そこに改名された。1867年には、市として法人化された。 素工は製材業の中心となり、リトルフォールプランテーションから川をイカダで流し、素工の製材所で切断された。1827年、この町では2100万フィートの材木を製材し、そのいくらかは造船に利用された。ファクトリーアイランドでは、素工鉄工所が1811年に創業を始めた。素工マニファクチャリング社が1826年に、 綿布工場を設立し、岩盤を通して運河が掘られ、水力を提供した。この工場は1830年に消失したが、1831年には、ヨークマニファクチャリング社の工場ができた。1842年に、ポートランドソコーポーツマス鉄道が開通し、ファクトリーアイランドは、大きな繊維産業の中心に発展し、ソコとビデフォードの川門には、 大きなレンガ作りの建物が並んだ。その他の産業としては、炭造工場、ベルトとハーネスの製造、機械工場があった。しかし20世紀に入って、ニューイングランドの繊維産業が衰退し、ヨークマニファクチャリング社は1958年に閉鎖された。しかし繁栄した工場町時代の名残が、ジョージア町、連邦町、ギリシャ復古町、 ビクトリア町の素晴らしい建築として残された。現在多くの建物がアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。そこをは環境に優しい都市になる海底を登っている。2007年初期フロント通り外れにある水処理場の近くに風力発電機が建設された。2007年12月にもヨークヒル頂点にもう一つの風力発電機が建設され、 アムトラックのダウンイースターが停車する新しい駅に電力を供給している。これはファクトリーアイランドを再生させる計画の一部であり、朽ちてしまった放棄工場のいくつかの再生や新しいタウンハウスやマリーナの建設が計画されている。そこを市では成長過程にある産業団地が2つあり、さらに1つを開発中である。そこを川そこは 北緯43度30分38秒整形70度26分42秒、北緯43.51056度整形70.44500度、43.51056-70.44500に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は52.76平方マイルで、あり、このうち陸地38.46平方マイル。 水域は14.30平方マイルで、水域率は27.11%である。メイン湾の一部である、ソコー湾に接しており、市内をソコー川が流れている。ソコー市は、ソコー川の対岸に、ビデフォード市があり、他に、スカボロー、バクストン、デートン、オールド・オーチャード・ビーチの町と接している。ウォーター通りから見た、そこ川。右手では、ルート一が川を渡って、 ビデフォードのスプリングス島に入る。中央はアムトラックのダウンイースター列車と貨物車を通る鉄橋。ビデフォードからそこをのファクトリーアイランドに渡すそこをの地形は海浜、草原、森林、沼地があり、多様である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 有権者登録数ポートランドにあるポートランド国際ジェットポートはそこから14マイルにある。そこ駅アムトラックのそこ駅はメインストリート138にある。ブランズウィックとボストン間の中高中距離列車ダウンイースター号が1日後往復停車する。シャトルバスとズームバスが地方交通を担当している。市内は週間高速道路95号線。 アメリカ国道1号線、週刊高速道路195号線が通っている。また州道では5号線、9号線、112号線、117号線が通っている。そこをビデフォード、オールドオーチャードビーチの3市を結ぶタクシーもある。現在のそこをとビデフォードの工場。ありがとうございます。